はい、それでは帯状疱疹の治療を解説してみたいと思います。患者さんは右の脇腹、脇の下から腕にかけて、帯状疱疹が、出てます。3週間ぐらいになります。ちょっとよろしいでしょうか。脇の方でなるべく顔を映さないようにしてくださいね。はい、こちらの方ですね。この部分に帯状疱疹が出て胸の方に痛みがあります。これを今からエッチゴイフグの清潔歯楽をしてみたいと思います。ちょっと下ろしていただいて結構ですよ。それで患者さんにはこの脇の部分を触って、よく今のちょっと触ってみてください。触ってこの感じを覚えてもらいます。痛み、チリチリ感、覚えていただいて、それが清潔歯楽、エッチゴイフグの清潔歯楽2回やってみますので、その後変化があるかどうかをお尋ねします。